これより令和三年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間政府主催国際シンポジウムを開催いたします私は本日の進行役を務めさせていただきます内閣官房拉致問題対策本部事務局内閣審議官の岡本司と申しますよろしくお願いしますご来場の皆様またウェブ視聴されている皆様本日は年末のお忙しい中またコロナ禍の中拉致問題に心を寄せてご参加いただき誠にありがとうございます 今年のシンポジウムは、新型コロナウイルス感染防止のため、会場参加者数を制限させていただいた一方、ウェブ配信をしております。YouTube 拉致問題対策本部公式動画チャンネルで、日本語、特設チャンネルで英語を生配信しております。特設チャンネルにつきましては、英語版の拉致問題対策本部ホームページに設定された本シンポジウムの特設サイトからアクセスできます。 本日は、拉致被害者のご家族の方々にお越しいただいております。どうぞ。よかったら、座ったままでも結構ですけど。ありがとうございます。また、特定失踪者のご家族の方々にもお越しいただいております。よろしかったら。 ありがとうございます、えー、そして本日はお忙しい中国会議員の皆様にもご参加いただいておりますのでご紹介させていただきます赤池正明内閣府副大臣ですありがとうございます立憲民主党代表泉健太衆議院議員ですありがとうございます 衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会委員桜田義孝衆議院議員ですありがとうございます立憲民主党拉致問題対策本部長参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会理事森裕子参議院議員ですありがとうございます 衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会理事杉田水脈衆議院議員ですありがとうございます衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会委員塚田一郎衆議院議員ですありがとうございます参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会委員 竹内慎二参議院議員ですありがとうございます国民民主党拉致問題対策本部長河合貴則参議院議員ですありがとうございます北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟幹事長松原議員衆議院議員です ありがとうございます。また衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会委員、下條光衆議院議員、参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会理事、清水正人参議院議員の事務所の方にもお越しいただいております。ありがとうございます。なお、立憲民主党幹事長衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会委員、西村智奈美衆議院議員よりメッセージをいただいております。ありがとうございました。 本日は第1部として北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール表彰式第2部として国際シンポジウムを予定しております。それではただいまから第1部北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクールの表彰式を行います。ラジ問題のの解決のためには 日本国民が心を一つにしてすべての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意志を示すことが重要であり政府としては拉致問題にに関すする啓発活動に力を入れて取りり組んでおりますとりわけこれまで拉致問題について触れる機会の少なかった若い世代への啓発が重要な課題となっており平成29年度から全国の中学高校の生徒さんを対象として拉致問題に関する作文コンクールを実施しております。 今年度は作文コンクールに積極的に参加している学校対象に団体賞を英語エッセイ部門に新たに優秀賞を設けました中学生部門高校生部門英語エッセイ部門合わせて2854作品の応募がありそれらの中から厳正なる審査の結果中学生部門高校生部門については最優秀賞1作品優秀賞2作品特別賞3作品 また、英語エッセイ部門については、最優秀賞1作品、優秀賞2作品を選定させていただきました。また、団体賞は、兵庫県神戸市立摩松中学校、東京都立川市立立川第七中学校、大阪府堺市立筑野中学校、兵庫県立姫路南高等学校、福島県立会津農林高等学校、 学校法人みぞべ学園別府みぞべ学園高等学校学校法人大田国際学園群馬国際アカデミー高等部が受賞しました、えー、団体賞受,受賞校には表彰式にお越しいただいておりませんが表彰状を郵送させていただきますそれでは最優秀賞と優秀賞に選ばれた生徒の皆さんを表彰いたします受賞者の皆さんご登壇ください それではまずの拉致問題担当大臣ご登壇くださいそれではまず中学生部門の表彰を行います中学生部門最優秀賞大阪府堺市立筑野中学校一年新谷郷さん 表彰状、中学校部門、最優秀賞、堺市立、筑野中学校1年、新谷ド殿、あなたは政府拉致問題対策本部主催、北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2021において、厳正なる審査の結果、最も優秀な成績を収められましたので、これを表彰します。 令和3年12月11日、拉致問題担当大臣、松野博一。続きまして、中学生部門優秀賞、佐賀県立唐津東中学校3年、脇山遥さん。 続きまして中学生部門優秀賞鹿児島県肝付町立波の中学校2年、えー、宮ヶ原芽生さん。 続きまして高校生部門の表彰を行います高校生部門最優秀賞熊本県立八代工業高等学校3年梅川勤さん 続きまして高校生部門優秀賞、学校法人、浜名山手学院、神戸山手女子高等学校3年、桑野葵さん、なお桑野さんはご都合により表彰式を欠席されております。続きまして、高校生部門優秀賞、兵庫県立姫路南高等学校1年、三輪脇ひなたさん。 続きまして英語エッセイ部門の表彰を行います英語エッセイ部門最優秀賞学校法人仙台育英学園仙台育英学園高等学校1年渡辺道夫さん 続きまして英語エッセイ部門中学生優秀賞学校法人渋谷教育学園幕張中学校2年前田モアさん。 続きまして英語エッセイ部門高校生優秀賞学校法人太田国際学園群馬国際アカデミー高等部2年広瀬風華さん。 皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。松野拉致問題担当大臣ありがとうございました。どうぞご好談ください。 それでは最優秀賞を受賞した新谷剛さん、梅川勤さん、渡辺道夫さんに作文を朗読していただきますまた梅川さんと渡辺さんには11月27日に新潟市の横田めぐみさんの拉致現場を視察いただきました本日は作文の朗読に続き感想も発表していただきますはじめに中学生部門最優秀賞新谷剛さんよろしくお願いします 問題を考えて社会市立筑の中学校1年新谷号僕だったら恐怖が体を襲った」「学校でめぐみのビデオを視聴した」「もし僕がめぐみさんと同じように知らない人に知らない国へ」 連れれて行かれたら生きる気力を失っていただろうただただ夢であってほしい生きる信じたくないと願っていたかもしれない家族とも生き別れてしまい自分はこれからどうなるのだろうという大きな不安と絶望に追い込まれてしまうのだろう しかしめぐみさんは日本にいる家族のためにくじけず希望を抱き前を向いたのである僕は強く感心した命以外全て奪われたこれは拉致被害者の蓮池薫さんの言葉だ自分が自分で亡くなる生きている 意味もなくなくるる気がする僕はこれまで拉致は何気なく耳にしひどいという単純な考えを持っていたしかし僕の考えていた拉致と現実は大きくかけ離れていた拉致問題を少しずつ調べていくとどうでもいいという キーワーワドが出てきた僕は驚いた国民の中には興味がない人も少なからずいるのだと感じた先江さんと二人三脚で全身全霊で頑張ってきた横田茂さんが2020年6月に亡くなったとても無念だっただろう 唯一の救いは2014年に孫のキム・ウンギョンさんとその子に面会を果たしたことだ当たり前のことがようやく実現したと話している早紀江さんは欲しいのは言葉より真心と行動だと言っているしかし拉致問題は日本と北朝鮮の 国家間の問題であり北朝鮮の一般人を責めたり差別したりしないようにしなければならない新たな人権問題が起きてしまうこれを解決するために日本全体が取り組むことが大切だと考える何かできることはないか身近な署名運動に参加したりニュースなどで 積極的に報道すれば国民の関心が高まると思う風化させずみんなでいろんな意見を出し合えばいいと思う喧嘩するのではなく日本から歩み寄り対話を重ねるべきだと思うそうすれば事実を知り解決へつながると思う今年は東京五輪が開催された スローガンは「感動で私たちは一つになる」だ。世界の人々と交流を深め助け合いができればこのようなことは起こらないと思う。世界が一つになり拉致問題の早期解決を願う。 ありがとうございました続きまして高校生部門最優秀賞梅川勉さんよろしくお願いします。改めて考える時熊本県立八代工業,工業高等学校3年 梅川私は昨年突然父を亡くした入院していたわけでもなくもちろん命が脅かされる疾患を持っていたわけでもなかったしかしある日のことそれは本当に突然訪れたのだ誰かが作り上げたドラマか映画の中でしか見たことのないような出来事が自分の身に降りかかった時 うろたえ躊躇し立ちすくんだそして同時に思考は完全に停止し何も考えられなくなったことを今でも鮮明に覚えている大切な人を失う悲しみぶつけようもない恨みや憎しみそして日に日に積もる喪失感この状況に遭遇したことでこれまで 他人事としてしててかか捉えていなかった、北朝鮮による拉致被害者家族の感情に一つの実感として触れたようだった北朝鮮拉致被害者と聞いて真っ先に思い浮かぶのは横田めぐみさんだ1977年11月15日拉致被害に遭いその後幾度となく行われた北朝鮮への要請や会談があってなお いまだに帰還はかなっていないこれまでのニュースの多くは被害者家族の方々が悲痛な叫びと諦めない決意を語って終わる私が小学校の頃から何度も見てきた変わらない光景だったそれからさらに月日を経て私はこの作文を書いているその中で私の頭の中の大部分を占めているのは なぜいまだに問題が解決しないのかということだった例えば学校の授業の中でも拉致被害について考える機会は何度もあったおそらく世代を問わず皆がそうだろうしかし与えられる情報は毎回同じ資料に再現映像受け取る側も進展のない現実に半ば落胆し 中ば諦めという同じ感想にならざるを得ないこの事実を忘れないことは大事であるが果たして忘れないということだけで済ませてよいのだろうか拉致問題の解決を掲げる政治家に投票することや署名活動に参加することなどこれらの活動にもどこか他人事である大変だなと感想を抱きつつも 署名活動で街頭に立つ方々を横目で見ながら冷淡に通り過ぎる自分そこにはアリが制御不能な像を倒せるはずがないというどこか冷めた打算的な自分が見え隠れするいつしか他人に関心を払うことのなくなった日本人の感性は現代における拉致被害に対する関心の低さにつながってはいないだろうか事実 めぐみさんの父親である横田茂さんの訃報はコロナの報道に埋め尽くされてしまっていたこれから国際情勢が変化する中で問題解決に向けた進展があるかもしれない結局私を含めた国民の意識自体が変わらない限り本質的な問題は何も解決しないのではないだろうか改めて考える時だと思う そこからしか何も始まらない続けて新潟県の拉致被害現場を訪れた際の感想を発表します令和3年11月27日私は新潟県の横田めぐみさんが拉致された現場を訪れましためぐみさんが通っていた 新潟市立より中学校からめぐみさんの姿が最後に目撃された交差点、自宅跡、そして日本海の荒波が押し寄せる海岸線、これまで写真や映像でしか見ることがなかった場所に一歩一歩足を踏み入れるたびに私の心は恐怖の感情で埋め尽くされていきました。そして 国神社の前に立った時にはめぐみさんの母親である早紀江さんの「めぐみちゃんめぐみちゃん」と必死にめぐみさんを探される姿が目に浮かぶようでした被害者家族の方々の悲痛な叫びが耳にこだまするようでしたああ44年前こんな閑静な住宅街で非人道的な拉致というおぞましい事件が起こったのかそれは過去のものではなく まだ解決されることなく現代にもつながっているこの事実を風化させてはならない決して目を背けてはならないのだということを今更ながら痛感したのですどうか拉致実験について知ってくださいどうか拉致被害者家族の方の心の痛みに寄り添ってください拉致被害者の方が自由と そして人間としての尊厳を取り戻し、拉致被害者家族の方の悲しみに終止符が打たれるその時まで、私たちはこの事実を語り、世界に発信し続ける,発信し続けることこそが、問題解決への第一歩ではないかと思います。ありがとうございました。

拉致問題解決への糸口仙台育英学園高等学校高校1年渡辺美智代私たち家族は年老いて残された時間は少ない子供たちが一刻も早く祖国の土を踏み私たちを抱きしめてほしい2021年9月3日北朝鮮に拉致された横田恵さんの母横田早紀江さんは 辛い胸の内を明かしました。横田めぐみさんが1977年11月15日に北朝鮮の工作員に拉致されてから間もなく44年が経ちます。拉致被害者の家族の切実な願いは、アニメめぐみの中で。 助けを求めて泣き叫ぶ13歳の少女には届かぬままただ時だけが過ぎ去っていきます昨年拉致問題の解決に向けたニュースが何も進展しない中である秘宝が届きましたそれは妻の早紀江さんとともに拉致問題の解決に半生を下げた めぐみさんの父横田茂さんの不法でしたもう一度娘に会いたいという茂さんの願いはついに叶えられませんでした横田さん夫妻とめぐみさんの双子の弟拓也さん徹也さんをはじめ拉致被害者の他の家族は 署名運動や講演を通じて拉致問題の早期解決に向けた歩みを続けてきました。この問題を解決するために私たち一人一人が拉致問題に関心を持ち小さなことから行動を起こすことが大切だと思います。私が10月に オンラインで拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いに参加したのは事実を知り理解するためだけではなく被害者とそのご家族の方々の気持ちに共感し心に寄り添いたいと思うからです平和的解決を目指してきた拉致問題に影響を受けている国は日本だけではありません 国連による拉致被害に関する調査と報告によると拉致被害者の出身国は14か国に上り世界では20万人を超えるとされています。これほど多くの人々が被害に遭いそしてこれほど多くのご家族が拉致被害者の帰りを待ち続けているという現実は私の想像を絶するものでした。これまで 拉致問題は日本と北朝鮮の二国間の問題として取り上げられる傾向がありましたがこの問題をグローバルな問題として認識し各国間で協力体制を築き共同していくことで解決への道が開けてくると私は信じています私たちは拉致問題の事実と真剣に向き合い 私たちにとって最も重要なこの問題を解決するためにより多くの人々に向けて情報を広めることで拉致問題に関心を持つ人たちを増やさなければなりません外国語コースの生徒として私は英語だけではなく中国語も上達させて許し難い人権侵害である この拉致問題を自ら世界へ伝えていいきたいさらに国際バカロレア IB の学習を通して視野を広げ国際社会により効果的なメッセージを発信し世界中の人々に思いやりと共感を思い起こさせたいと心から願っています。 この思いが次第に紡がれていきやがて大きな力となるでしょう。拉致問題の当事者にとって最愛の家族と再会するために残された時間はもう長くはありません。拉致問題の解決に向けた糸口を作るのは私たちなのです。次に拉致現場を視察した感想です。 あの日めぐみさんはどんな気持ちで家路へと向かうこの道を歩いていたのだろうかより中学校からめぐみさんの家まではわずか6 0 0メートルしか離れておらずどこにでもあるような閑静な住宅街だったしかし周辺に設置された情報提供を呼びかける看板は 13歳の少女が温かい家族の待つ幸せな家に未だに帰れず当たり前の日常を奪われてしまったという現実を物語っていた雨の中波打つ日本海からの強風がまるでめぐみさんが助けを求めて泣き叫ぶ声のように私の心に鳴り響き 拉致問題に真剣に向き合っていくべきだと改めて思ったご清聴ありがとうございましたありがとうございました今年度はコロナ禍で授業が遅れがちな大変厳しい中にあっても全国の教育委員会及び学校の先生方の多大なるご協力によりこのコンクールを実施することができましたこの場をお借りして厚く御礼申し上げます なお、最優秀賞と優秀賞の9作品につきましては、本日、ホワイエにて掲示しておりますとともに、後日、全国紙紙面、および内閣官房拉致問題対策本部のホームページで掲載させていただきます。以上をもちまして、北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール表彰式を終了いたします。受賞者の皆さん、本当におめでとうございました。 え皆さんあの自席に戻られる前に、えー、記念撮影を行いますのでそのままの位置でお願いします。写真撮影の方をお願いします。よろしいでしょうか。はい。はい。えー、それでは皆さんどうぞ自席にご講談ください。 ただいまから第2部の国際シンポジウムグローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携に入らせていただきますそれではシンポジウムの開会にあたり主催者であります松野博一内閣官房長官兼拉致問題担当大臣よりご挨拶させていただきます松野大臣お願いいたします 拉致問題担当大臣を務めております内閣官房長官の松野博一でございます本日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間政府主催国際シンポジウムのご来場ウェブでのご視聴誠にありがとうございます本日のシンポジウムには国内外から拉致被害者ご家族や朝鮮半島専門家の皆様にご参加いただいています コロナ禍の中、ビデオメッセージやリモート出演も含め、さまざまな形でご参加をいただきました皆様に、この場をお借りをして、改めて感謝申し上げます。2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、1人の拉致被害者の帰国も実現をしていません。一律先週の思いで、帰国を待ち望んでいらっしゃる 拉致被害者の皆さん、ご家族の皆様に対して私自身じくじたる思いであり本当に申し訳なく思っております新内閣発足直後私も岸田総理と共にご家族の皆様に面会をし切実な思いをお伺いをしました拉致被害者ご本人もご家族の皆様も ご高齢になられ何としても結果を出してほしいという切実な思い一国の猶予もないという切迫感を私も心に刻んだところであります拉致問題は我が国の主権及び国民の命と安全にかかる重大な問題であります岸田総理の所信表明演説において すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現する決意が示されたとおり、岸田内閣の最重要課題であります。日本政府はその悲願実現のため、総力を挙げて最大限の努力を続けてまいります。北朝鮮には勤勉な労働力と豊富な資源があります。 私は担当大臣として必ず拉致問題を解決をし日朝の双方にとって明るい未来を描いていきたい,描い,てい,きたいと考えています今日朝間に存在する不信感を打ち破るためには我が国が主体的に動きトップ同士で関係を構築するほかありませんこのため岸田総理は条件をつけずに金正恩 委員長と直接向き合う決意であります日朝平壌宣言に基づき日朝間の諸懸案を解決し不幸な過去を清算し北朝鮮との国交正常化を目指しますあらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動してまいります同時に国際的な支持や協力を得ることも極めて重要であり 岸田総理は総理就任の翌日には米国のバイデン大統領と電話会談を行い拉致問題の即時解決に向けて米国側の理解を求めバイデン大統領の支持を得ましたさらに総理は各国首脳との会談の際には拉致問題の早期解決に向けた支持を働きかけ引き続き 緊密に連携していくことなどを確認してきています私自身外国の要人と会談する機会には担当大臣として拉致問題を取り上げ協力をお願いをしてきています先月国連総会第三委員会において我が国が共同提案国となった北朝鮮人権状況決議が採択されました 17年連続17回目の採択であり、全会一致で採択されたことは、拉致問題について国際社会が強い懸念を有していることのあれと考えられます。本決議が今月には国連総会本会議で採択されることを期待しております。拉致問題の解決には、日本国民が心を一つにして、すべての 拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意志を示すことが重要です政府としては全国各地でアニメ恵みの上映会や集会さらには舞台劇の開催を通じ啓発活動に引き続き力を入れて取り組んでいきます特にこれまで拉致問題に触れる機会の少なかった若い世代への 啓発活動は極めて重要でありかつて文部科学大臣を務めた経験のある私自身としましても積極的に推進していくことが重要と考えています具体的には教員を対象とした研修や中学生・高校生を対象とした作文コンクール大学と共同で授業の実践授業などを取り組みを行っております このシンポジウムの前に、実際に授業の実践授業に取り組んでいる北海道教育大学の学生の皆様と車座対話を行い、有意義な提言をいただいたところであります。また、作文コンクールで入賞された中学生・高校生の皆さん、英語エッセイを含めて力強い主張を発表してくれたことに強い感銘を受けました。 さらには発信手段の多様化を目的として拉致問題対策本部の YouTube 公式チャンネル Twitter アカウントを開設しました昨年の開発以来開設以来多数の皆様の登録を頂い,いております現在 YouTube 公式チャンネルを活用してこのシンポジウムをライブ配信されておりますが引き続き発信に関する取り組みを強化してまいります また北朝鮮向けラジオ放送により拉致被害者や北朝鮮の人々に向けた情報発信の強化にも取り組んでおり本日のシンポジウムも日本政府と米国グローバルメディア庁の日米連携によるラジオ放送を通じて北朝鮮に向けてライブ中継しています本日のシンポジウムを通じて皆様の声がさらに広がり より一層大きくなることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。引き続き、皆様のご支援とご協力を賜りながら、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、岸田総理のもと政府一丸となって、あらゆるチャンスを逃すことなく、全力で取り組んでまいります。このことをお誓いを申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました松野大臣ありがとうございました次に国内外の被害者のご家族から直接生の声の訴えをいただきたいと思います新型コロナウイルスの関係で海外被害者ご家族の方からは ビデオメッセージをい,ただいておりますまず国内の被害者ご家族から訴えをいただきたいと存じますが家族会につきましては本日先ほど総会を開催して役員交代が決定されご高齢の飯塚茂雄代表に代わって事務局長でいらっしゃった横田拓也様が新代表に。 事務局次長でいらっしゃった飯塚幸一郎様が新事務局長に就任されたとの報告を先ほどいただきましたそれではまず拉致被害者横田めぐみさんの弟さんで家族会代表の横田拓也様からお話をお伺いしたいと思います横田様どうぞご登壇ください 皆様、こんにちは。ただいまご紹介に預かりました、家族会の横田拓也と申します。四十四年前、十三歳の時に。北朝鮮の工作員たちによって拉致された、横田めぐみの双子の弟の一人です。本日は土曜日のところ。拉致された拉致、被害者たちを救出するために。気持ちを一つにして。会場にお越しいただいた皆様方、誠にありがとうございます。 また作文コンクールにご応募いただいた中高生の皆様また受賞された皆様心から感謝いたします日朝首脳会談が平壌で行われた2002年9月今から19年前のことですので若年層の方がこの問題をリアルタイムで知らないのが現状です今回のような作文コンクールで人権問題である拉致問題の本質を見つめ一人一人が我がこととして考えることは 問題を風化させない大きな原動力となり、被害者たちの声なき声を聞くことにつながります。ありがとうございます。先ほど、司会の岡本審議官の方からお話がありました通り、本日、家族間の臨時総会を開催いたしました。代表が飯塚茂雄さんから、私、横田拓也に交代いたしました。報道の皆様には、シンポジウム後に経緯を説明いたしますが、 姉が拉致された時私は9歳でしたその44年後に3人目の代表として戦わなくてはならないこの現実にですね例えようのない大きな矛盾を感じなぜ日本政府は解決できないのか静かな怒りの気持ちを持って臨む次第です代表の顔が変わっても私たちの求めることは変わりありません つまり、全拉致被害者の即時一括帰国。このハードルは下げません。また、引き続き、国際連携の手を緩めず、北朝鮮による拉致問題解決のために声を発し続けます。皆様方の引き続きのご支援をいただきたく思います。最後に、金正恩委員長に伝えます。拉致被害者全員を返せば、日朝両国が明るい未来をかけること、 平和を見出すことができると思いますあなたの勇気ある英断を期待しますありがとうございます横田様ありがとうございました 次に拉致被害者田口八重子さんのご長男で家族会事務局長の飯塚幸一郎様からお話をお伺いしたいと思います。飯塚様、お願いします。 えー、皆さん、こんにちは、えー、田口亜子の長男でございます、飯塚浩一郎です、また先ほどの臨時総会の中で、えー、と事務局長を仰せつかりました、あのー、今回、飯、まあ、塚茂雄前代表が体調を崩され、そしてまだ入院が続いている状況でございます。あのー、その本人とも相談をして 今までのようなその代表の重責を続けることはなかなか難しいという判断であの今回、体制を変えさせていただいた次第です。で、この状況は逆にですねあの前々代表だった横田茂さんが10年、今回、前代表だった飯塚茂を前代表が14年という長い月、日代表というその重責を担われてきましたけれども、あまり今、時間がかかりすぎているという象徴の。 いったんでははないかと私は考えております現在その今日本政府においては直近その新たにその岸田政権となってこの問題を引き続き最重要というふうあの最重要の課題としてえと解決に向けて進めて,さていただきましたが。 2002年のやはり9月以降、1名のあの拉致被害者も帰ってきてないということを鑑みるに、やはりこの問題に対する結果が出てない、0点であるというのは、誰しもが否定できないものであるかと考えております。その日本政府において改めてご提案させていただきたいと思います。あの我々が常に挙げているように、 全拉致被害者の即時かつ帰国これは必ず書いてはならないですし、これを引き続き無効に要望として上げ続けることが必要だと思っています。<laughs> 直近その従来そのこれまでのその日朝日朝交渉の中で合同調査の再開でしたりとかその連絡事務所の設置などによってその段階的な進捗を まあ日本側に投げかけるとといいううそのの動きというのが従来多くありました長い間結果が出てないんだったら少しでもいいからその解決の兆しなりその進捗を見せればいいんじゃないかというあの考えに基づいてなんでしょうけれども我々はそのようなものは求めておりません我々の被害者が帰ってくること帰国することということを第一条件としてそこを引き続きお願いしているわけです。 仮に国内で国内合同調査でしたりとか連絡事務所の設置を騒ぐような方がいるんでしたら正直言って懐疑的な人間であるというふうに見ていただいて結構だと思います北朝鮮は我々の,その家族を常に監視管理をしていてどこにいるか分かっている状況なのです合同調査や連絡事務所の設置というのがあまりにも馬鹿げた内容だということを改めて皆さんご理解いただければなと考えております またあの日本政府におかれましては、あの先ほどあのあの、まあ、日本政府におかれましては、ぜひともその核・拉致・ミサイルというところで、その拉致問題を切り離して、核・ミサイルと切り離して進めていただきたいと思います。あの先日12月6日月のその岸田総理の所,信あの所信表明においても あの日朝平は基づいあの宣言に基づいて、えっ、ー、とラチ核ミサイルを包括的に解決していくというふうなあのご発言がございましたが、えー、そのようなものを待っている3つの問題をすべて解決することを待っているような時間というのは我々にはございません。本当に命の時間には限りがあります。ですので、ぜひともその拉致問題だけは切り離して。 進めてていいいたただきたいと思っていますバイデンあの。バイデン大統領とご連絡をいただけるんである,あるならばそれを日本政府が切り離して進めるんだというふうに提言して是非ともその日本と北朝鮮で交渉を続けて帰国に向けた交渉を続けてい,きたい,あのいただきたいなと思っております。 直近あのここ1、2年、有本佳子さんでしたり、横田茂さんが亡くなられているという状況が続いています。あのまた今回その家族会として新体制としてお迎りのように見えるかもしれません。それはもうあの本来我々が望むべきものではなかったわけです。家族が元気なうちに北朝鮮に拉致された我々の家族と会う会ってあの嬉しい涙を流すとそのために我々は 精神支援を全力であの進めていきたいと思っています。ぜひともここにいる会場の皆さん、およびその日本政府の方々に関しては、この問題を一刻も早く解決できるように引き続き、ご協力をお願いできればと思います。以上でございます。ありがとうございました。飯塚様、ありがとうございました。 次に、特定失踪者、古川典子さんのお姉様で、特定失踪者、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者、家族有志の会事務局長の竹下魂様からお話をお伺いしたいと思います竹下様よろししくお願いします。 皆様こんにちは私の妹古川典子は今から48年前の1973年7月7日に18歳の時千葉県市原市の私たちの家族の前から突然姿を消しましたその年の春に千葉県商業高校を卒業しまして地元の大手造船会社に就職したばかりでした 私に電話で「経理部に所属したの仕事は大変だけどやりがいがあってとっても先輩たちも優しくしてくれるし楽しいのよ」と電話をくれたのが私がき妹の声を聞いた最後の声になりました「夏の盆踊りに自分のお金で買った浴衣を着て行きたいから母さん一緒に買い物付き合ってね」 初めてのボーナスが出たのは7月6日翌7日の土曜日に午後3時頃に千葉市内で母と待ち合わせをしていましたがお昼前に突然「今日の買い物は行かれなくなった」と母に連絡が入り妹の消息はそのままプツリと消えました。 もらったばかりのボーナスは机の中に封筒に入ったまま残され会社は楽しいと元気に出社し,していたしこれは自分の意思で家出をしたのではない何かの事件に、ま、巻き込まれたのだとしか考えられませんでした何事にも真面目でそして人に優しく素直で明るい妹でした母は警察に届け出 テレビや新聞の尋ね人その他いろいろ探しましたが全く手がかりはつかめられませんでしたそして1997年3月横田めぐみさんの北朝鮮による拉致報道をテレビの番組で見た母が「もしかしたらうちの娘も拉致ではないか」と写真を1枚入れた手紙をテレビ局に送りました。 テレビ局のプロデューサーが韓国に亡命していた安明神氏にそ,のそれらの写真を見せた時古川紀子の写真だけこの人はこの女性は見たことがある自分が北朝鮮の915病院入院してた時に園内で遭遇し声をかけた女性にとてもよく似ていると言ってくれたと私たちに知らせてくれました。 紀子が家族の前から姿を消してすでに24年が経っていました2002年当時の小泉総理の包丁で北朝鮮が拉致を認めてから私たちと同じように不審な失踪をした家族を探す人々が全国からたくさん名乗り出ました民間団体が特定失踪者 といいう名前ををけて拉致の疑いの疑ある人々を調査し,始めまし,たしかし国も警察も特定失踪者に対する対応は全く冷淡なものでした2005年4月には日本政府を相手に古川紀子の拉致認定を求める行政訴訟を起こしました多くの特定失踪者のご家族代表として チャンンピオン訴訟でしたが2年後に内閣府拉致対策本部の当時の調整室長が法廷で声明,を声明文を読み上げ私と母は裁判を取り下げました認定という名を取るよりも救出という実を取りたいと思ったからですその他にも北朝鮮での目撃証言や 写真、状況証拠などから明らかに拉致だと思われる方々もたくさんいますが、日本政府は2007年に2名,の2名の認定をした以降、1人も認定は増え,増えていません。2002年に帰国した蓮池薫さんは、全国の講演会で、拉致された日本人はまだまだたくさんいます。 そしてて次は自分たちを救いに来てくれると希望を持っています希望が絶望に変わらないうちに救出してほしいと各地で訴えておられます。母は今から11年前に94歳でこの世を去りました晩年の母は北朝鮮にいることが分かっているのにどうして国はリコを救い出せないのでしょうね 取り返す気がないのかしらと寂しそうにつぶやいていました精一杯の抗議の声と言葉だと私は思いました特定失踪者は現在日本政府は872人と発表していますその88%が10歳から39歳の間に拉致されていますそして現在その方々の年齢は 70, 70歳以上が50%になっているのです。いかに長い年月、救い出,せ出されないでいるかということをどうぞご理解ください。私の妹もあと数日で67歳になります。もはや一刻の猶予もない。被害者の命があるうちに、待ちわびる家族の命があるうちに、 すべての拉致被害者を救出してくださいよろしくお願いいたします竹下様ありがとうございました 次に北京留学中の2004年8月、中国・雲南省を旅行中に失踪し、北朝鮮に拉致された可能性がある、デイビッド・スネドンさんのお兄様のジェームズ・スネドン様のビデオメッセージをご覧いただきます。 デイビッドへの思いスネドン一家からのメッセージデイビンの父方の高祖母のジャネット・モリスはスコットランドのリンデール工場で糸巻きの工員として働いていました結核によって21歳と若さでこの世を去りました彼女がこの世に残した子はたった一人でそれがデイビッドの曾祖,祖父ロバートでした現在彼女の子孫は教師技術者博士研究員弁護士看護師医師 大学教授優秀なビジネスマンといった職業についています。彼らはジャネットの人生をどう捉えているか、尊敬と畏敬の念。それが答えです。私たちは北朝鮮の独裁政権の中心である平壌から遠く忘れ去られた北朝鮮の田舎で抑圧されたクラス、家族の子孫はどんな人たちになるのか思います。 北朝鮮で冬の厳しい寒さが続くこの時期に北朝鮮の一般市民の生活について私たちも考えなくてはなりません。子供、若い男女など皆この時期を乗り切るために必要な食料や生活必需品を確保していません。デイビッドはきっと外部に助けを求め、他の人々と手に入る必需品を分け合っていることでしょう。韓国、日本、そして アメリカには食べ物やイルなどの必需品が豊富にありますこれらの国の政府機関は政治的理由から北朝鮮への直接的な援助計画には参加しないでしょうが教会や慈善団体個人などであれば援助する一切あれば活動できるのです私たちのような被害者家族や市民はこういうグループを育てていくべきなのです デイビッドは苦しんでいる人々と共にあろうとする人格に育ったであろうと私たちは確信していますデイビッドは北朝鮮で17年間一人で暮らし現地の人々を見つけて見つめてきてそのような性格を身につけたでしょう公祖母のジャネット・モリスが生まれながらにして持っていた我慢強く辛抱するという性格も彼の一部としてしっかりと引き継がれ 20年近く祖国や家族友人から離されながらも身体的にも精神的にも健全に生き抜いてきたことでしょう。彼が我々のもとに帰ってきたら38度線より北で。 学んだいい教訓を家族一人一人人に話ししててくれると確信しています私たちはデイビッドの家族として周りで苦しんでいる人たちに対する彼の慈善活動が無駄になってはならないと信じています。皆様も被害者の家族として自分の意思に反して北朝鮮で暮らしている自分たちの家族だけを思い浮かべるのではなく厳しい冬の寒さの下で抑圧され苦しんでいる。 北朝鮮のの人たちのことも頭に描いいてください食料や生活必需品で彼らを支援しましょうこのような努力は拉致された私たちの愛する家族のためにもなるのです私と貧しい日本語をいくつかの言葉を追加したいと思います。私たちは 私たちの最愛の拉致被害者に関して15年近くの間多くの皆様と会ってきました私はあなたに愛あなたの精神を直接感じないことがとても感じ悲しいです私の現代の疫病は大混乱に引き起こしましたが いつの日がそれを解放され私たちあなたの笑顔、キュミュニティーそして頑張る精神をもう一度受け入れます。私の愛する人のための戦いを諦めないでください。抑圧され悩まされる日々の直接な被害を受け,受け入れている 北朝鮮民族のため戦いを諦めないでください。以前のすべての抑圧的な政府のように、やがて銃と人間の草原の大胆な精神が文字通り、そして平易的な壁をかわし、太陽が船たに登ります。 真言と戦いを続けてください。以上です。from the s n o w e n family。スネーデン様どうもありがとうございました。次に1978年出稼ぎ先のマカオで失踪し曽我ひとみさんの夫ジェンキンス氏の著書により北朝鮮に拉致されたことが明らかになったアノーチャパンチョイさんのおいである。 バンジョン・パンチョイ様からビデオメッセージをいただきますこんにちはバンジョン・パンチョイと申します北朝鮮に拉致された対人女性アノーチャ・パンジョイの老いにあたりますアノーチャが消息を絶った頃からのお話をいたしますアノーチャが拉致されたのは1900 78年頃でしたその頃アあのお茶はバンコクにバンコクで働いており23か月に1回の頻度で実家に帰ってきていましたそしてある日あのお茶が家に帰ってきた最後となりましたが 家家族と家で食事をししていました。その時あのお茶はこれから約12か月の間マカオで仕事をしてくる今回行って戻ってきた後はどこへも行かずバンコクで仕事をするつもりだと言っておりましたマカオに行ってから12か月ほど経った頃でしたで バンコクのアノーチャの友人から名前はロンさんそしてアンさんの二人から手紙が家に届きましたアノーチャの友人からの手紙の内容はアノーチャの父と兄にバンコクに来てほしいというものでしたそこで父と 兄はロンさんとアンさんに会いにバンコクに行きました彼らによるとあのお茶がマカオで行方不明になり連絡がつかないとのことでしたあのお茶は観光客と海岸へ写真を撮りに行ったきり帰ってこず連絡が取れなくなったとのことでした 後にあのお茶が北朝鮮に拉致されたという報道があるまで消息が分かりませんでした私たちはどうしたらよいか分かりませんでした2005年11月1日のことでした アノーチャが行方不明になってから2005年までに27年が経っていました。11月1日の夕方、アノーチャの兄である私の父が ITV の夕方のニュースを見ていたところ、北朝鮮に拉致された 対人女性のニュースがありましたその対人女性はアノチェという名前でしたアノーチャとアノチェは似た名前ですからアノーチャのことだろうと思ったのですこれがその時と同じ写真ですアノーチャの写真です北朝鮮に誘拐されて タイ人女性で名前はアノチェ私もニュースを見て驚いて父と話し合いました。今後どうすればいいのかどこに連絡を取ればよいか1978年にあのお茶の消息がわか,からなくなった時も私たち家族はどのように探せばよいか分かりませんでした。 外務省がどこにあるのか、どのようなところなのか、当時は知りませんでした。誰に相談していいかもわからないまま、2005年まで月日が流れていました。あのお茶の父は、娘の帰りをずっと待っていました。しかし、あのお茶の誕生月である7月に、94歳でこの世を去りました。あのお茶の帰りを待ちながら、 娘の帰りを待ちながらそして2005年11月にテレビであのお茶のニュースが流れましたその頃から記者ジャーナリスト外務省そして日本の救う会や家族会の方々にいろいろと支援をいただいてきました 現在までここ12年間は動きがなく家族たちの希望も日ごとに徐々に薄れてきましたしかし日本の方日本の方ではまだ私たちや家族のことを報道し フォローしてくれていることが嬉しく、私たちの小さな希望となっています。以前は2005年から2019年までは、ほぼ毎年イベントに参加してきました。韓国でのシンポジウにも参加していました。ジュネーブにも行きましたし、最近では ニューヨークに行き国連での会議にも参加しました日本に行ったのが最後となっています私は本当にあのお茶に帰ってきてほしいです本当に北朝鮮に拉致され北朝鮮にいるのかを知りたいですあのお茶が戻ってこられなくても あのお茶が本当に北朝鮮にいたという証拠でもいいのです生きて戻ってこられないなら白い布に包まれた遺骨としてでも戻ってきてほしいです今日までの私の願いはたったこれだけですパンチョイ様ありがとうございました以上 内外被害者ご家族の皆様からの生の声の訴えをお聞きいたしましたお待たせいたしましたそれではパネルディスカッションに入らせていただきます、えー、まずはモデレーターとパネリストにご登壇いただきますどうぞステージにご登壇くださいよろしくお願いします なお本日のパネリストチェガン氏は韓国ソウルからのライブ中継での参加グレッグ・スカラトー氏は事前収録での参加となります前方スクリーンでチェガンさんとつな,がつなげていただきたいですチェガンさん聞こえますでしょうかチェガンさん大丈夫ですか よく聞こえますではチェさんとは一旦中継を切らせていただきます後ほどまたよろしくお願いしますこれ以降はモデレーターにフロアを譲りたいと思いますモデレーターは国際政治安全保障インテリジェンス研究国連外交などを専門とし2017年8月から昨年7月まで国連日本政府代表部大使を務められ現在は 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授でいらっしゃる星野俊也様にお願いしますそれでは星野教授よろしくお願いしますはい、えー、ご紹介いただきました星野でございますそれではこれからあのグローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携これをテーマにあの日本韓国アメリカの専門家の,あの第一線で活躍している皆様にお集まりいただいてのパネルディスカッションを進めさせていただきたいと思います それではあのパネルディスカッションのパネリスト、私からご紹介させていただきます。えー、会場にご参加くださっておりますのが、あの慶応義塾大学教授の西野純也先生です。西野先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、西野先生はもう現代の国際… 関係特にあの韓国・朝鮮情勢ですとか東アジアの国際関係ですねそしてあのその他あの学会でもそしてメディアでもご活躍をされておりますよろしくお願いします続きまして韓国ソウルから中継であの参加となりますアサン政策研究院副院長チェ・ガンさんですチェさんよろしくお願いしますご参加ありがとうございますご参うれしいです あのもう韓国では、まあ、南北関係はもとより、えー、朝鮮半島情勢の外交・安全保障、そして危機管理の第一人者でございます、えー、北東アジアの多国間の安全保障協力について議論した際、以前、私も一緒にあの懐かしく議論させていただいたことがございましたが、あの韓国で重要な IFANS という、えー、研究機関の,あの所長もされていたことがございました。 そして最後のパネリストは事前に収録をさせていただきました北朝鮮人権委員会事務総長のグレッグ・スカトラーさんでございますスカラトーさんでございますなおのグレッグ・スカラトーさんのです、ね、プレゼンテーションこれはあの11月30日に収録されたものでございますそれをお断りさせていただきますそしてあのスカラトーさんはです、ね、ワシントンでまさにこの北朝鮮の人権問題を専門とするあの団体として アメリカの議会などでも積極的にこう発言をされ、メディアでもご活躍をされているという方でございます。まあ、今回はこのご参加ご,ご3人の方にですね、活発に議論していただきたいと思います。それではあの時間も限られておりますので、あの西野教授からのプレゼンテーションを最初にお願いいたしたいと思います。西野先生、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本日このような場で発言の控えをいただき、恩礼申し上げます。 本日シンポジウムのテーマでございます拉致問題の解決に向けた国際連携という観点からお話をさせていただきたいと思います北朝鮮問題への取り組み拉致問題の解決に向けた国際連携が今こそ必要な時はないというふうに言えると思います日本としては同盟国であるアメリカそして朝鮮半島問題の当事者である韓国をはじめとする国際社会との連携を 頼まず続けけていいいかなななればならないと思います今年1月にアメリカではバイデン政権が発足し現実的で調整されたアプローチに基づいて北朝鮮の非核化に向けた対話と交渉を北朝鮮に求めておりますしかしながら北朝鮮はこれに応じようとはしておりません一方アメリカは中国との戦略的競争だけではなくロシアとの関係そして中東問題など 対外問題が山積しており、北朝鮮問題に十分な外交資源を避けているとは言えない状況であります。また、韓国のムンジェイン政権は朝鮮戦争の終戦宣言を目指しておりますが、韓国内でもそして国際社会でも賛否は分かれております。一方、北朝鮮の金正恩政権は核ミサイル問題開発の移行を継続する。 という考えを示しておりますそして実際に新型ミサイルの発射実験を繰り返すという行為を続けておりますしたがって朝鮮半島の軍事的緊張は緩和しておりませんそして安全保障環境も不安定なままです北朝鮮は人民大衆第一主義ということを掲げてはおりますが北朝鮮の人々の困難な状況は深まるばかりです 国際社会による制裁、コロナ対策のための国境封鎖と貿易の中断、そして資源災害によるいわゆる三重苦によって経済は疲弊したままです。今年6月には、金正恩少総書記自らが食糧事情の逼迫に危機感を表しております。国連の北朝鮮人権状況特別報告者は今年の10月、北朝鮮における経済、経済難、 食糧難を指摘して、対北朝鮮制裁を緩和すべきとの立場を示しています。このように、北朝鮮問題に対する関係各国と国際国際社会のアプローチは、それぞれの立場を反映したものになっております。こうした状況に鑑みて、日本はこれまで以上に拉致問題の解決に向けた決意と行動を示し、国際的連携のための指導的役割を果たさなければならないと思います。 岸田総理は先週の所信表明演説で、拉致問題は最重要課題です。すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、アメリカをはじめとする各国と連携しながら、あらゆるチャンスを逃さず全力で取り組みますと述べました。岸田総理が述べた通り、特に同盟国であり、そして北朝鮮が関係改善と関係自立を望んでいるアメリカとの連携は重要であり、 なものであります幸いバイデン政権は同盟国との協力を重視しておりそして人権民主主義の擁護に力を入れております北朝鮮の拉致問題が一刻も早く解決すべき国際的な人権問題であるとの認識共有のもとしっかりと連携していくべきでありますバイデン政権が政権発足当初に任命の意向を示していた 北朝鮮人権問題担当特使の指名も積極的に働きかけるべきであると思います朝鮮半島問題の当事者である韓国との連携も重要であります韓国では来年3月の大統領選挙に向けた選挙戦が本格化しております有力候補による接戦が予定されていますが与野党主要候補の対北朝鮮政策に関する公約には少なからのアプローチの違い 力点の違いが見られます。韓国の次期政権がどちらになろうとも、拉致問題の解決、北朝鮮問題での緊密な連携を図れるように、日本としては備えておくべきだと思います。もちろん、文在寅政権とも最後までしっかり連携していくべきです。北朝鮮と良好な関係を維持する中国、ロシアへの働きかけももちろん不可欠です。しかし、 その働きかけを効果的なものにするためには、まずアメリカと韓国との緊密な連携が前提になります。今年に入ってから日米韓3カ国による協議が活性化していることは、拉致問題の解決に向けた国際連携の基盤を確かにするものであります。今後、この3カ国連携を一層活発にし、政策調整を進め、実行していくべきだと思います。 先ほどご家族の皆様からご指摘があった通り、この問題、拉致問題の解決は時間の猶予がありません。一刻も早く政策を調整し、そして実行していく、これを日本が主導していくべきだと思います。最後に、ご家族の皆様のご健康と、被害者の方々のご安全をお祈りして、私の発言を終わりにします。ありがとうございます。 はい、西野先生ありがとうございますご専門のお立場からあの最近のアメリカ、あの韓国、北朝鮮、日本そうした動きですねそしてさらにあの日韓、そして日米の関係の重要性、連携の必要性それを踏まえた上でえで日本政府がこれまで以上に拉致問題の解決に向けてですね決意と行動をそして国際連携をという強いメッセージも出させて,出していただいたと思っております。 それではあのチェーガンさんのプレゼンテーションをお願いしたいと思います。ソウルのチェーガンさん、よろしくお願いいたします。星野先生、ありがとうございます。お久しぶりです。音声が今途切れました。重要なシンポジウムにお招きありがとうございます。まず、心からあの共感を。 被害者家族の皆まに申し上げます韓国においては公式には516人の被害者が認定されて帰国していません。さらに音声が途切れました。朝鮮戦争以降、聞こえていますか聞こえています。また、 直近では韓国政府高官が殺され焼かれて海に捨てられた事件があります人道に対する犯罪です西野淳也教授がおっしゃったようにグローバルな連携が必要なのですそれがとても重要ですしかしこれは人道に対する 犯罪です法的な手段を考えなければなりません単に国際連携だけではなく音声が途切れています実際もっと国際協力が必要です私が知る限りでは制裁を 北朝鮮に対しかし、どのような制裁を取りうるか、個人、もしくは組織の中で深く拉致計画に関与しているものに対する制裁を考える必要があると思います。複数の組織があります、偵察総局などがそのような一つです。通常、偵察総局が関与しています。 拉致について関与しています深刻に世論を高め認知度を世界で高めまた具体的な取り得る措置を考える必要があると考えます音声が途切れています北朝鮮のこれに関する協力です痛みを感じていないためです我々が連帯をし 団結をしてこの問題に取りり組む必要があります北朝鮮内政についての話の依頼がありました。西野淳也先生の話にありましたように、経済危機を経験していますが、それは1990年代ほどではありません。1990年代見積もりによりますと、大体いい50万から200万の人たちが餓死。 にしたと考えていますしかし今の経済危機はそこまでにはなっていないと考えています。つまり北朝鮮の強靭性は一定の水準で維持をされると見通しを立てています。北朝鮮が変わるとは思っていません。対外関係、内戦について北朝鮮が変わるとは思っていません。さらに注目をしなければならないのは 強制収容所にいる政治犯です少なくとも6か所政治犯のための収容所がありおよそ15万の人たちが収容されていると推定されています想像も絶する状況かもしれませんこのような人たちの権利のことを考えなければなりませんしかし残念ながらこの数年間韓国政府はあまり積極的に 人権、拉致問題を北朝鮮に対して取り上げていません。韓国は今こそもっと懸念をするべきです。この問題について取り上げる必要があります。南北関係の話ではありません。これは韓国政府のアイデンティティ、韓国のアイデンティティです。自由民主主義国家としてのアイデンティティに関わります。他の世界の と同様に我々は民主国家として連帯をし解決をしなければなりません。あらゆる次元で解決をしなければいけないのが人権問題です。さらに、一瞬途切れています。中国はあまり関心を持っていないのかもしれません。中国の協力は必要です。北朝鮮は中国にさまざまな側面で、 経済的にも政治的にも外交、あるいは軍事防衛でも依存していますので中国の協力が必要です。以上です あチェ・ガン先生、ありがとうございます、先生のお話はすべてしっかりときれいにあの聞こえておりました、そして韓国のサイドから見たあの拉致問題の深刻さということ、まあ、北朝鮮に対する法的なあのアプローチの必要性ということもあの強調されておりましたし、またあの北朝鮮内部の,あの動きについての分析、そしてさらに拉致問題というのが韓国の,このアイデンティティに関わる問題だということですね。あの人権や 問題という感じあるいは民主主義自由そういった観点からのご指摘は非常にあの重要なものとあの聞かせていただきましたありがとうございました神様にだそれではあのグレックスカラトウさんのプレゼンテーションをあの事前収録のものでございますがあのお聞きいただければと思いますよろしくお願いいたします。 親愛なる友人仲間の皆様ご挨拶申し上げますまず最初にこの非常に重要なシンポジウムに発言の機会を与えてくださった日本政府の皆様に心から感謝いたします世界は今もコロナ禍に苦しみ続けていますこの困難な状況の中でも日本やその他の国から拉致された被害者やその家族を思い祈りを捧げますこの問題が解決し正義がもたらされますように北朝鮮政府はコロナ禍を 政治に利用し、権力を脅かす要因、特に非公式の市場、中国製の密輸携帯電話、外部からの情報などを取り締まるために強硬な統制を行いました。金政権はは、北朝鮮には 新型コロナがないと主張していますが国内および海外との渡航制限は北朝鮮の人権および人道的状況に大きな犠牲をもたらしています食料不足は1990年代ほどひどくなく北朝鮮が大飢餓に瀕しているわけではないようですが人道的には悲惨な状況となっております 北朝鮮の人々、特に最も脆弱な女性、子ども、高齢者、非拘束者、特に政治犯の人道的ニーズを把握するために、国際社会はアクセスと透明性を必要としています。バイデン政権は、アメリカの外交政策の柱として人権を繰り返し強調してきました。 人権は日本や韓国をはじめとする主要な同盟国、友好国、パートナーと共有する基本的価値の不可欠な要素です。また、バイデン政権は、米国の外交政策のもう一つの柱として、多国間主義を掲げています。国連総会第三委員会は、このほど改めて北朝鮮の人権に対する決議を採択しました。残念ながら、北朝鮮は、 米国や日本との対話を拒否し続けています金政権が自国民の人権を侵害し核ミサイル開発により周辺国や国際的な平和と安全を脅かし続ける中北朝鮮に拉致された日本人のご家族は苦しみ続けていますどんなに困難であっても国際社会はこの深刻な問題を解決しなければなりませんコロナ禍の後コロナ後のリセットは世界中で起きるでしょう 孤立している北朝鮮も例外ではありません国際社会は北朝鮮への人道的支援を検討するべきですがその際には透明性アクセスの必要性最も弱い立場の人々を最初に支援することを目的とする人権を前面に押し出したアプローチを堅持することが望まれます。 北朝鮮がコロナ後のリセットを行う際、北朝鮮の人々には希望があります。岸田文雄首相は、北朝鮮の指導者と直接会って話をする用意があると明確に示しました。日本とアメリカの政府と国民が協力して、明るい未来を求めている北朝鮮の人々を支援することができると確信しております。 これは北朝鮮の指導者が軌道修正を行うような戦略的な決断を下し国民の人権と人道的状況を改善し核兵器や弾道ミサイルなどの死の道具の強引な開発をやめ国の発展に専念した場合にのみ可能となるでありましょう最も重要なことは北朝鮮が拉致問題の完全かつ最終的で検証可能な解決策を抵抗するということ。 拉致被害者が今も北朝鮮に滞在しているのであれば家族と再会させる。意に反して北朝鮮に拘束されたまま亡くなった場合、遺骨を家族、故郷に帰さなければならない。日本の家族の皆様はあまりに長い間苦しんできた他国の拉致被害者の家族も同様です。 拉致被害者のご家族の皆様には集結が必要であり、北朝鮮に拉致された愛する人たちの運命を知らされるべき、彼らは愛する人たちと再会する権利があります。政権によるもたららされている苦悩を終わらせましょう、はい 今のがです、ね、スカラト先生からのお話でございましたあの北朝鮮の中にも極めて深刻な人権問題があるということのお話もありましたしですね、えー、仮に北朝鮮に対する人々への人道援助があるとしても人権というものがまず前提となるという話があったと思いますそしてあの拉致被害者の家族の皆様には あの拉致された皆様とと会う再開するる権利があるんだとこれもある意味では非常にし重要な人権だというふうにも思いますそんなお話を聞かせていただいたなと思っておりますえあのパネリストの皆様からのプレゼンテーションは終わりましたけれどもせっかくの機会でもございますのでいくつかの質問もいただいておりますのでそういったことの質疑の応答をあの時間の許す限りでしてみたいと思うのですがあのよろしいでしょうか そしてあの西野先生にはですね、あの北朝鮮がこの拉致問題にですね、こう真剣にこう向き合うためにはなかなかこう動いてくれない金正恩あの政権なんですけれども一体、北朝鮮がどのようなこう状況になったならばあのそういう道が少し,こう開けて少しでも開けてくるのかというふうなことに関してあの一言お考えをいただければと思いますがいかがでしょうか。はい。 ありがとうございます。あの、本日のシンポジウムのテーマでまあ、国際関係の文脈に位置づけてみます。と、いくつかの可能性があると思います。けれども、2つだけ指摘させていただければと思います。まず、第一点はまあ、北朝鮮が望んでいるもの目指しているものというのは、やはりアメリカとのですね関係改善関係の樹立であります。そのためにはアメリカとしっかり連携をして。 アメリカと北朝鮮が関係を改善するためにはあるいは外交関係を開くためには拉致問題を含む人権問題の解決というものがその前提になるそれが必要であるということを北朝鮮にしっかりと認識をさせる必要があるというのが1点目でございます、まあ、そのためにアメリカとの連携というのが重要であり不可欠であるということを指摘させていただいた次第ですもう1つは、まあ、北朝鮮がいわゆる体制の維持、まあ、経済的な困難の克服 などのために日本と北朝鮮との関係改善あるいは日本からの経済協力というものを必要とするときだと思いますまあこれは2002年に日朝平壌宣言が結ばれた背景の一つであるというふうに言えるかと思いますしかし残念ながら来年で日朝平壌宣言から20年経ちますけれどもこの20年の間に北朝鮮の核ミサイル能力が大きく高度化してしまったことによって 状況はますます複雑になってきてしまっておりますしたがって日本一国だけの努力で北朝鮮問題特に拉致の問題を解決していくのにはどうしても限界があるような状況になってきているように思えてなりませんそのために本日この場でご発言させていただいた通りですね国際的な連携というものがますます重要になってくるというふうに考えております私からは以上です はい、西野先生ありがとうございます。やはり北朝鮮に向き合う上での国際連携の必要性それでも拉致問題ファーストというふうなところの重要性というのも強調していただいたのではないかなというふうにあの思っていますそしてえチェ・ガンさん1つ質問をさせていただいてもよろしいでしょうかせっかくのことですのであの米中関係ですねえ北あ北 北朝鮮とあの中国の関係についてあのせっかくですからもし何かあればと思っていますというのはあの北朝鮮にとってはあの中国との経済関係というのが比較的に重要だとは理解しているんですけれどもこの新型コロナによってですね大きく中朝貿易っていうのはあのあの激減しているような状況にありますしかし、まあ、中朝関係というのがあの やっぱり北朝鮮にとっても非常に必要だと思いますのでですね何らかの変化が見られるのだろうかとかあるいは中朝関係、これからどのような動きが見られるのかということに関しての見方を教えていただければと思いますがいかがでしょうか。はい 最近のオミクロン変異株が発見される前は中国と北朝鮮はもう国境を解放しようかって話してたんです北朝鮮は追加援助あるいは貿易輸入を受け入れようとしていたんですところが変異株がまた新たに発生してしまったので北朝鮮は 結局、公共を開くことができなくなった。それが1点目。ただ、実際にもしかしたら何かが不法的には起きているかもしれない。公式には封鎖してるんです、国境は。でも、もしかしたら黄河を渡って物資の行き来が不法には起きているのかもしれません。 だから、今までそんなに飢餓がひどいという話を聞いてないのかもしれません。2点目に北朝鮮と中国の間で最も重要なのは政治的な関係です、貿易よりも政治の方が重要。中国は後押ししております。なるべく後押しをしようとしております。そそののトレンドははさらに強化すすると思われますその理由は 米中の戦略的競争が熾烈化しているからですから北朝鮮を利用してアメリカを操作できるのではないかと中国は思っているまた独自の核・ミサイル開発に加えて中国は 国際社会で北朝鮮を支持してくれるだろうと、政治的に外交的にも支持してくれるだろうと北朝鮮は思っている、だから来年はもう少し中朝関係がいろんな分野で改善するのではないかと思われます、もうすでに60周年の友好条約締結60周年を今年祝福しました。 祝典を行っておりますですからその共同声明のもとで来年はもっと活動が起こるのではないかと中朝関係が進化すると来年は進化すると思われますでもあんまり我々貿易に注目するべきではありません、えー、中国からの経済援助ばかり見ていないで政治を見なくてはならない2点目に中国が本当に北朝鮮に対してきちんと制裁を実施しているか分かりません。 実際に安保理は中国が違反してるんじゃないかと報告しております、北朝鮮制裁をちゃんとやっていないんではないか、いろんなものの物資の流れを許してしまってるんではないかということです。ですから、我々は中国に強く求めなくてはなりません。経済制裁はきちんと執行せよと、それこそ核問題を解決する、そして人道問題を解決するラョオも含めてです、ベストの方法です。 ありがとうございます。北朝鮮に対する制裁というのは国連安全保障,決議にも安全保障理事会決議に基づくものでもありますので中国の取り組みというのがですね、しっかりとこうモニターされなければいけないと思いますしまたやはり今チェ・ガン先生のお話を聞いていて日韓そして日米の間でですね、こうやってあの情勢分析やあの そののの協力の方法についいいててしししっかりとと議論ををく必要性というのを感じました、ね、我々あの北朝鮮の人民のことを人々のことを考えるとやっぱりこの経済的な側面も大事だというふうに思うんですが北朝鮮当局はどこを見ているかというと中国との政治的な関係であるということそういう厳しい現実は我々しっかりとこう認識しなければいけないというふうにあの思っております若干あの時間を押しているのはあの分かっているんですけれども スカド東さんからですね、あのに事前に実は質問をさせていただいていることがございますので、それをあのお聞きいただき、あのシンポジウムを閉じたいと思っています、その質問というのは、あの米今度は米朝関係ですね。 米朝関係というのは依然として今はこう没交渉の状態にあるので今後どのような状況が生まれればこう米朝の交渉というかあの米朝間の動きがあるのかということをこちらからあの事前に質問させていただきました皆さんもこの辺は関心があるんじゃないかというふうに思ったからでございます。でそれに対してお答えをいただいていますバイデン政権は北朝鮮との外交的関与への関心は示していますと。 でバイデン政権は、えー、交渉の席に戻ってくるというだけで北朝鮮に譲歩したり報酬を与え,とする与えたりすることはないでしょう。最終的には、えー、金正恩政権が交渉に参加するかにかかっています。えー、北朝鮮の挑発は米国の国力の根本的要素としての外交を適用する必要性を浮き彫りにするかもしれません。 しかし、自主的な厳しい COVID 制限によって困窮している北朝鮮の金正恩は今のところ現状を変えようとすることにはほとんど関心がありません。結局のところ北朝鮮政権はバイデン政権が多くの外交政策と国内の課題に対処するのに忙しいことを見て満足しているようです。さらにに韓国のの大統領選挙の前には 北朝鮮に単に結果を、えー、ああ韓国の大統領選挙の前には北朝鮮は単に結果を見守るでしょうその間制裁の継続的な執行は特に金正恩政権が COVID という口実の下で自ら作り出した困難な状況下で対話に戻るインセンティブを生み出す可能性がありますということですね。 やはりここでもあの制裁の継続的な執行の重要性ということをあの強調されておりました。そして 特に金正恩政権が COVID という口実のもとで自ら作り出した困難の状況下で対話に戻るインセンティブを生み出す可能性があるという非常にがんちくのあること表現をしておりますけれども COVID のせいにしていますけれども実は金正ジョン政権自体が引き起こしているこう問題というのが深刻であるのでそういったところにメスを入れるということが 北朝鮮に対する圧力になるのではないかというふうな指摘と理解いたしました大変かけ足なパネルディスカッションで非常に恐縮ではございましたけれども本日はこのようにグローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携ということでやはり国際連携は不可欠であるということが強調されたというふうに思います。 金正恩政権、これはことしでもう10年になってしまいました。でこの間、日本も韓国もアメリカもそして国際社会もさまざまなアプローチもしてきましたけれどもなかなかこの状況があの動きませんでした。しかし私たちはここで当然諦めるわけにはいきません。しっかりとあの拉致問題の重要性ということをあの強調してですねそして 私たちが解決と考える拉致被害者の全員のその一刻も早い帰国というものの実現に向けてですねしっかりとあの心を合わせそして行動していくということがあの必要なんだと思います。まあ、今回の,あのシンポジウムそしてパネルディスカッションを通じて必ず取り戻すんだというあのこの決意をですねあの日本だけでなく世界とも共有をしそして あの膠着状態にあるこの北朝鮮との関係というものに何らかのこの打開策というか突破をするという機会につながるようにあの我々でこう問題提起をしていく行動につなげていくということが重要だと思います。今回の拉致問題これはあの人道 人権の啓発というふうな観点からあの議論もしておりますがあのなぜこれがあの人権問題かといえば拉致の被害者の皆さんがまさにそうですけれども人間にとって最も基本的であるこの自由というものがこう奪われているということです。こういった不公正な状況が続いていいはずはございません。そして家族との間の間分断が あのこのように長くな状況は一刻も早く解消されなければなりませんそういった意味でこの、えー、シンポジウムそしてパネルディスカッションを通じてです、ね、日米韓の間でもそして国際社会も巻き込んだ上で、えー、しっかりとこの北朝鮮と向き合ってです、ね、一刻も早い拉致問題の解決に向けて私たちであの力を合わせていくんだというこの決意を改めてここであの。 新たにしていくということを強調してこのパネルディスカッション部分をあの終了させていただきたいと思いますご清聴いただきましてありがとうございました保守の教授大変難しい議論を円滑に進行いただきありがとうございましたパネリストの皆様も本当にありがとうございました 以上をもちまして、第2部の国際シンポジウムを終了いたします。星野教授と西野教授におかれましては、ご講談ください。 皆様本日はご来場いただきまたウェブ視聴いただき誠にありがとうございましたまた予定した閉会,閉会時刻を大幅にオーバーしてしまいまして誠に申し訳ございませんでした本日家族会の役員交代の報告を受けまして本当に申し訳ない気持ちであります拉致被害者ご本人もご家族もご高齢となる中で政府といたしましてはもはや一刻もの猶予もないとの切迫感を持って なんとか結果を出すべく全力で取り組んでまいりますので皆様方のさらなるご支援ご協力をお願い申し上げます以上をもちまして令和3年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間政府主催国際シンポジウムを終了いたしますどうもありがとうございました